種まきジャーナル今日の特集です。今日はボランティアについて考えます。平野さん、はい、今からお電話をつながせていただくのはですね、はい、今災害ボランティアの第一人者って呼ばれてらっしゃって、はい、まあ、この方の考え方でボランティアっていうのはだいぶこう進んできたと言われてるような方なんです。はい、被災地 NGO 共同センター代表の村井正清さんです。村井さん、こんばんは。はい、こんばんは。水野です。よろしくお願いします。毎日新聞の平野です。よろしくお願いします。はい、村井さんはですね、今回の東日本大震災の時に、発生からもうすぐにスタッフの皆さんを現地に出発させたって聞いたんですが、だいたいどれぐらいの時間で、その日の6時、夜の6時にですね、4人のスタッフが神戸を出発して、翌日の朝9時にはもう山形県の米沢についていて、宮城県の名取というところに入ってるんですね。名取というのは仙台市の隣接した、はい、とこですけど、ものすごい津波の被害が甚大だった、地域の一つですよね。そうですね。もう名取に早速入られた。それも、はい、じゃあ午後2時46分だったわけですから、地震の発生が、じゃあ本当に3時間でもうスタッフを被災地に向かわせることがおできになった。はあ、具体的にね、どんなことだったのかっていうのをどんどん伺う前にね、まず、なんで村井さんがそんなに迅速に動けたのかという、村井さんがどういう方であるかっていうところから少し伺いたいんですよ。はい、どうぞ。もともと神戸で阪神淡路大震災を経験なさったんですよね。17年前の阪神淡路大震災をきっかけに、はい、このボランティア活動を始めたんですけれども。その17年前はどういうお立場だったんですか？私はもうただ神戸のケミカルシューズの業界で働いていて、はい、それまで NGO とかボランティアという世界とは全く縁のない人間でした。靴の職人さんでらして、確か永田で働いてらっしゃったんですよね。そうですね。だから、ということはやっぱり職場は相当な痛手だったんでしょうか？私自身の工房を持ってたんですけど、その工房自体は直接の被害はないんですが、はい、周辺が全て火災で、被害を受けてまして。そうですよね。類焼を防ぐのに水が入ってね、それで仕事ができなかったもんですから。そうか、ケミカルシューズの業界は本当に大打撃でしたですよね。そうですね。もうとにかくケミカルシューズですから、化学薬品とかね、化学製品が多いですから、火がつくともうなかなか消えないという、そうだった。非常に残念な厳しい状況だったわけですね。ということは、本当仕事が失われた、失ったわけじゃないんですけれども、すぐさま仕事ができなかったために。ね、すぐには稼働できなかった。そうですね。そういうお立場の方が、はい、逆にこうボランティアをする人を助ける方に向かわれたんですね。そういうことになるでしょうかね。はあ。すぐにやっぱり、周りの人たちに、こう、助けに行こうというふうに。それは私が以前から知り合ってた、教会の牧師さんがおられまして、はい、その牧師さんは保育所を運営経営しておられまして、その人とこへ訪ねて行って、はい、ちょっと仕事ができないから何かお手伝いしましょうかというふうに言ったのが、きっかけですね。そしてその時にボランティアも初めてということでなさった村井さんが、今やね、東日本大震災発生から3時間でスタッフを、現場へ行ってもらえるというふうな、17年間過ごされてきたわけですよね。最初のボランティアからどんなふうなしてそこまで、皆さんね、この昨年の3月11日 の、この災害に対してね、なぜその迅速な対応ができるのかというふうによく聞かれますけれど、私たちは17年前のそのボランティア NGO として立ち上がった後ですね、国内も国外、海外も含めて、この災害に対する救援活動というのが活動の主な内容になっているわけですね。はい、
なのでその災害が起きたら、まあ、現場に行くというのは別に普通なので、特殊でも何でもないわけですね。でしかも、まあ、阪神大震災から、まあ、学んだこととして、とにかくその現場で被災者の生の声を聞くとか、被災者にとにかく早く寄り添うとか、そういうことが大事だということはもう17年前から教えられてきましたので、当然そのいかなることがあってもいち早く現場に行って現場の状況を把握して、まあ、本部であるここの事務所に行ったものが伝える、それに対してどういう対応するかという、そういうあの流れにならないとですね、まあ、意味を持たないわけですね。村井さん、まあ、これだけ早くですね、人がこう集められると、このスタッフというか、このネットワークというものを常にこう用意されてるわけですか？あ、そういうわけじゃなくてですね、たまたまその3月11日にですね、本当に奇跡的にフルメンバーが揃っていたんですね。でプラスその時に神戸大学の学生さんたちと、以前から足湯ボランティアというのをこう一緒にやっていまして、私どもが事務局で、応援をしていたんですけれども、その足湯ボランティアのミーティングのために学生さんが6人ぐらいここに一緒にいたんです。それで対応が早かったと、より対応が早かったということですね。足湯っておっしゃいましたけどね、普通の日常生活の中で足湯って聞くとね、例えば温泉地でちょっと足だけ使っていっておくれやすみたいなサービスってあるでしょ、ああいう足湯と、その村井さんたちが被災地でなさる足湯っていうのは、どういうふうに違うものなんでしょう？まあ、基本的には変わらないといえば変わらないでしょうけれども、いわゆるお湯に足をつけるという意味ではね、変わらないですが、当然その移動していきますから、現場で水をいただいて、まず水確保するのが大変ですよね。そうですね。でそれを温めてお湯にするのってものすごいことですよね。まあ、水をタンクに積んで、走るわけですけれども、現地に着いたらコンロで、プロパンとコンロで沸かして、水をで薄めてやるという、だいたい40度から41度ぐらいが基準なんですけれども、それこそまだ3月11日の寒い寒い被災地の中で、暖かいものが全然ない中で、こう避難してらっしゃる方に、ね、バケツのようなものにお湯を入れられるわけですか？はい、そうですそうです。でそこにじゃあ足突っ込んでくださいよなんて言ったら、これどれだけホッとなさることやろう。そうなんです、そうなんです。もう単純な仕掛けなんですけれども、本当に喜ばれてですね、災害時っていうのはお風呂にも入れなかったりすることが多いですけれども、まあ、ちょっとこう足をすることによってよく眠れたりですね、とにかく体が温まるということはもういろんな意味で体にもいいわけですから、随分と喜ばれたんですね。で足湯をしてはるとついなんかこうちょっと気持ちがほっこりして、いろんなことを話しなさるんですってね。そうですよね。なので私たちはそのいろんなことを話されることも大事に聞き取っていて、やってる時には書きませんけれども、終わった後で別のところ行って記憶に辿って書き留めるんですけどね。それはどんなことですか？例えばおっしゃって書き留めるべきことっていうのはどんなことでしょう？とにかく喋られたことを思い出す限り書くんですけれども、淡々と書くんですけれども、まあ、喋られる内容というのはですね、災害直後にも本当に大変だったと、もう強く奇跡的に助かったもんだとかですね、そんな話もありますし、まあ、今回は特にその津波災害で本当に厳しい被害を受けられておりますから、そのお父さんが亡くなってしまったとかですね、お店も子供も亡くなってしまったとかって、そんな話がもう淡々と大学生の皆さんにされるわけですね。だからその時に聞いてくれる人がいるっていうことはものすごく大きなことなんだろうと思うんです。そう思いますね。ただね、村井さん、今日ボランティアがじゃあ どういうふうにあるべきかみたいな、ボランティア論みたいなことをちょっとだけやらせていただきたいんですけどね、ラジオネームミスタービーンさんって44歳の男性がくださったメールです。今回の震災でボランティアへできれば参加したいと思ったんです。思ったんですけども、具体的に考えていくと、旅費、そうですね、交通費、それから宿泊費、あるいは宿泊場所を確保するということなど、具体的に難しい問題がいろいろとありすぎて断念してしまいました、
っておっしゃるんです。で、このような、あの、同じ思いの方、私、たくさんいらっしゃるんじゃないかと思うんですよ。